形点、形点は、中国神話に登場する巨人。形点や形点のほか、展示を、用とする、形容、形、用、形容といった表記もある。三回行によれば、三角と中原から遠く離れた、西南方に位置する、常羊の山近くで神の座をかけて争い、破れて、主球を、常羊山に埋められるが、なおも、領入を目にへそを口に変え、 勘と関とを手にして、投資向き出しの前を続けたという。なお、五勘の交友は、ワイナンコ型君に注して、天神が手を断った後に天帝が首を断ったと、するが、手を断たれたなら、勘石を手にすることもできないので、これは五殿であろうと、考えられている。京天の首が埋められた常羊山は、神皇の記事との説があり、また、炎帝神皇氏の命で、 タスクから好きの楽という曲と、法年の絵という詩からなる、下はかりごとを作ったと伝えられることから、経典は、新郎の進化であって、一方で、常羊山の北方には、数カ国を隔てる者の,の皇帝の末裔の住む県縁の国があったというので、経典の闘争は、炎帝と皇帝との闘争の余波であり、常羊山から、県縁国に至る一体で行われたものであったと、考えられている。 南朝宗の陶園名は、読み三回行と題する連作五個としの第十首でこの古事を題材に、経典間席を回し、岳元より常にありと読み称えたように、後世には敗北してもなお屈しない精神の象徴とされている。なお、先進時代の祖字旧家国将に経典の古事に通じる精神が歌われ、また、夏陰革命の際に、 東欧に忠誠られて憤霹に処された夏の子が首のないまま立ち続けたという似た説話も伝えられている。K 点が関石を手にして待ったという舞は同じ三階行の中山行に見える飛舞に類するものと考えられるが飛舞が同郷で兵を用意持って上布ものと定義され進むの各白中のように盾を取って行う払い所の詐欺であったのに対し K 点の舞は 暇前の前身と思われる戦争に際して、戦意公用のために戦闘集団が敵を屈服すべく、その報じる神に捧げた予習儀礼としての竹前に期限するものと思われる。一方で、先進時代の中国には征服した不慮の首を跳ね、または殺戮してその地を再起に注ぐ、罰礼という採議があったので、これらの説話はかつて中原の漢民族が、 再生移民族を制圧した際に言ったその罰例が投影されたものである可能性もあり、あるいは非征服側が戦前の予宿として行った竹舞を敗戦後に帰って征服者に服属儀礼として兼ることが行われた。ないしは征服者が縮小儀礼の場で非征服者の予宿竹舞を演じたことがあって、そうした儀礼の投影されたものであるとも考えられる。 経点の経は形や経、点は用とも表記されるが、甲骨文や金文で、天は人体の頭部に主眼を置いた字型であり、従って元来の字義は頂きであるので、その章は形せられて天を失った経点の表記が最も叶い、形体用山の意を有す形用がついで叶うものと考えられる。また、三階行と、 共通する内容を多く記す、ワイナンコ型君には、形山の屍とあるが、この、形山は、山と、天とは古くは、音が近かったので、形点に他ならないとも、形体用山の略とも、樹形によって、体を損なう、形山の意であろうともとかれ、屍は、生と死の中間としての屍にして神であるとも、死体がそのまま神としてあがめられたものとも、 残殺された死体の意図も生けるカバネのごとき存在であろうとも説かれるが、真のダンタマサイは祭祀における神像であるとしている。ありがとうございます。